10月下旬に球根を買おうとジョイフル本田さんに行って購入した宿根草の苗を紹介します。宿根草を購入する予定はなかったのですが、新潟の畑や加藤ファーム花苗生産者さんの直売をやっていたんです。畑や加藤ファームさんというと、取材してきた代々木のコンテストガーデン A 区画で素敵なガーデンを見せてきてくれました。その代表ガーデナー渡部陽子さんがいらっしゃったんです。笑顔も素敵です。気持ちは舞い上がり、なんだか記憶が飛んじゃったような、渡部さんには心よく動画で使用する許可をいただきました。今回はその購入苗とともに、代々木の渡部さんのコンテストガーデンの様子もお楽しみいただけます。ぜひチャンネル登録をして最後までご覧いただけると嬉しいです。高評価、コメントもいつも励みになっていますので、よろしくお願いいたします。それでは紹介していきます。リシマキア・ボジョレー、憧れの花の一つでした。ですが、このおしゃれな花を我が家のガチャガチャした庭に植えるのは絶対無理だと思っていました。植えるところがないから鉢植えでも大丈夫ですかと聞いたら、大丈夫ということでトライしてみることにしました。本当はまとめて3株ぐらい植えてみたいところでしたが、前日庭の植え替えをして現実がよく分かってしまったので、こんな感じもいいですよね。スカビオサピンクレース、これも鉢植えでも大丈夫なようだったので、リシマキアボジョレーと一緒でどうかなと購入しました。ピンクレース、初めて聞く名前でした。草丈40から60センチメートルで意外と高い小型ではありませんでした。ピンクのスカビオサの小型品種、よく見たことあります。可愛いですよね。スカビオサピンクッションブルーです。ピンクレースはフリルの花びらが可愛い構成種でした。こんな感じの高さかもです。四季咲きで、夏季初夏から秋と長く、やっぱりなんとか地植えにしたくなりました。渡部さんのガーデンでよく見たスカビオサはオクロレウカでした。清楚でめちゃくちゃ可愛いですよね。スタキスオフィシナリス、すっと花茎が伸びた先に花が咲くから、そんなに場所取らないですよとスマホで画像を見せてくれました。なるほどなるほど、これも地植えだなと思いながらも植えてみたい前向きな気持ちになりました。これはスタキスハメロです。オフィシナリスは草丈50から60センチメートルなので、ハメロより高くなるようです。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。バーベナ・バンプトン、おしゃれで素敵だと思いつつも、我が家には絶対無理と諦めていた花です。嬉しい花付きで、苗の良さ、素人の私にもよくわかりました。渡部さんのガーデンのバーベナ・バンプトン、可愛くて美しかったんですよね。今年の7月の様子です。紅葉した様子は昨年の10月下旬のものです。隣はサルビア、ミスティックスパイヤーズ、美しい景色ですね。ガウラスパークル、ガウラ植えてみたいと何度思ったことか。でもうちでは植えるとこないから無理と諦めていました。ガウラいいに決まってるんです。調べてみたらコンパクトにまとまるタイプの白花、
フラワーセレクションで金賞受賞した品種だそうです。これはガウラ・クールブリーズで、コンパクトではない白花です。今年渡部さんのガーデンで咲いていたガウラ、もしかしてこれがそうなのかも。絶対無理と思っていたものが渡部さんに出会ったら、いや、なんとかなる、なんとかしようと思い始めていました。サルビア、ネモローサ、カラドンナ。これも絶対無理と思っていた花の一つです。今回、無理という思い込みを外すと、簡単に無理じゃなくなると分かりました。絶対地植えですよね。昨日全体を植え替えたけど、よく植栽の配置を考えてまた変更します。花子でしたが、渡部さんのガーデンにも植えられていました。オレガノ、マルゲリータ。こんもりとして前の方にいいですよ、とのアドバイスに試す気満々になりました。そういえば、このピザみたいな名前、代々木に植栽されていたかも、と思い出しました。黄金葉はやっぱり周りが明るくなっていいですよね。ここで2023年と2024年の渡部陽子さんのガーデンの素敵な様子を紹介しますね。2023年の7月上旬です。このペニセタム、テールフェザーズが良くて、うちでも真似して植えてみました。すごく気に入っています。同じ場所の2024年7月中旬です。ヘリオプシス、ブリーディングハーツ、大きく花つき良くなっています。エキナセア、ラズベリートリュフとアキレアラブパレード、今年はバッチリ取れました。再び購入内に戻ります。アジュガ、ディクシーチップ。アジュガは花壇の土留めや縁取りにもなるし、丈夫でいいんですよね。いろいろ試しました。レプタンス、グレーレディ、バニラチップ、バーガンディーグロー、ブラックスカロップ、チョコレートチップ、ディクシーチップ。チョコレートチップ、灰色も花もいいのですが、こればっかり増えちゃって。ディクシーチップ、気温が下がってくると赤く色づくのが良くて、一株あるのですが増やしたいと思いました。無理は無理じゃない、やればできるかもです。もう一度植え直してみます。球根目当てで行ったけど、欲しいものはありませんでした。すでに遅かったのかもしれません。でも人とも苗とも素敵な出会いがあって、ラッキー、よかったです。よろしかったらぜひチャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。高評価、コメント等もよろしくお願いいたします。